ちゃんを私に指するのいつそんなに偉くなったのこうしましょうお手紙をお書きくださいまし今すぐ私が届けに参ります今日のお昼過ぎお会いしたいのでお出かけくださいそうお書きくださいましどうしてそんなことしなくちゃいけないの板倉さんの下宿のご主人は酒屋のおじさんの囲碁仲間なのです酒屋さんは 奥様の姿を板倉さんの下宿で見かけたことがあるというのです私はもちろんそんなのは人違いだと言いましたけどこのことが旦那様や坊ちゃんに知られたりしたら大変なことになります板倉さんがここに来られる分には何も不都合がないのですからそうなすってくださいまし。